なっちゃったかな。バッテリーダメだけどな、これ。これ何年式ぐらいのやつですか。これは結構新しいですよ。新しい。おお。これ厳しいな。繋がないとダメだな。繋がないときはこれダメだ。やっぱバッテリー交換だな。バッテリーがねすごいとこについちゃってるんで。へえ。大変なんですよ。整備しにくいんですか。ここなんで。ああ。こんなとこについてるもんで。うん。後でバッテリー交換だこれ。でもただはまってるだけですかそこに。そうですね。スライドって言うんでしたっけ。スラテレスコ。テレスコって言うんですか。テレスコ。本当にひっくり返ることもある。ありますね。まあ、例えば、まあ、やってみると今ちゃんとしたところでやったから安定がいいけど、ちょっとでもこれが斜面だったらゴロンといきますよ。ゴロンといくと、で結局、まあ、本来であればこの仕様でのり面バケットこんなでかいのつけるのもうちょっと、こんなでかいのつけるんだったらまあ一番縮めの状態で使わなきゃいけないんですけど、結局あとほら、のり面狭いところで大きい機械
使わないとね。だからまあ本来であればこうやって使うのはないんだ。ああ、こういう風になるんだ。なるほどな。ご視聴ありがとうございました。花子田久保田でした。